ハザードはアメリカ合衆国のケンタッキー州にある都市、ペリー軍の軍庁所在地である。人口は4457人。1824年、この地方の地主、イライジャ・コムス・シニアによって新設されたペリー軍の軍庁所在地として区画された。使命と軍名は共に、1812年戦争におけるエリー湖の古城戦の英雄、オリバー・ハザード・ペリーに由来する。 1884年、ケンタッキー州議会から公式に主として認められた。ハザードの川に架かる橋。1940年7月、マリオンポストオルコット撮影山間部にあるハザードは、長年、他地域から孤立した状態にあった。ハザードに行くには、ケンタッキー川を 72km 下るか、山々を2週間かけて越えなければならなかった。 しかし、1912年に鉄道が開通すると、アクセスの問題は改善し、ハザードは後継期に沸いた。しかし、突如訪れた公共は、1929年の世界恐慌により、同じくらいのスピードで終わりを迎えた。1964年、炭鉱夫のストライキが発生したが、トムパクストンの楽曲、ハザードの高等保安官は、 この事件に触発されて作られたものである。1981年、テレビドラマシリーズ、爆発、デュークに出演していた、キャサリン・バック、ジェームズ・ベスト、ソレル・ブック、リック・ハーストラが、ブラック・ゴールド・フェスティバル開催中のハザードを訪れた。その直後には、トム・ウォパットや、ジョン・シュナイダーも顔を見せている。1950年代以降、 ハザードの人口は減少を続けているが、市内では商業地、住宅地いずれにおいても開発が続けられている。また、商業地再活性化のためのダウンタウン、再生計画も活発に行われている。しかし、大統領ビル・クリントンが1990年代の後継期に乗り損ねた貧しい都市をめぐる遊説を行った際には、その最初の目的地に選ばれた。 2008年11月2日には、ヒラリー・クリントンもハザードを訪問し、同年の上院選の民主党候補者であった、ブルース・ランスフォードへの支持を訴えている。ハザードは、北緯37度15分21秒整形83度11分37秒、北緯37.25583度整形83.19361度、 37.25583-83.19361に位置する。アメリカ合衆国国政調査局によると、ハザード市は総面積18平方キロメートルで、その全域が陸地となっている。ハザードの気候は、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に分類される。蒸し暑い夏と比較的温暖な冬が特徴である。 以下は2000年の国勢調査における人口統計データである市内のマザークースハウスありがとうございます。